はい、こんにちは。今日はですね、先だってリサイクルショップで見つけたゲーミングマウス、これをまあそれなりに使っていたのですが、充電をする USB 端子がここにあります。マイクロ USB です。非常に差しにくいのですが、 USB の先端が大きいと入らないという、まあ、例えばこういう割とごつめの先端ですとこの中に入らないという現象があり、限定されたケーブルでないと使えないということが分かりました。もちろんこれを正規に買っていれば USB ケーブルが付いていたと思います。でちょっとこの接触がですね、あまりよろしくない現象が出ています。でちょうど私も割とそれらしい USB ケーブルの細いやつ、細めのタイプを見つけてきたんですが、まあ、なんとか入りは入るんですが接触不良が結構起こってます。したがっておそらくソケット側の方で何か問題があるのではないでしょうかと。接触不良か何か問題があるような感じで、こいつを分解したいと思い、ウェブで情報を調べたらあまり分解されている状況が載っていないと。それよりも結構評判の悪い内容がウェブの方で上がっていました。でこれをちょっと分解してみたいと思っていろいろ調べていたら、静止画ですが分解された写真が載っていました。これ後で写真で紹介しますが、それを見て、あ、これネジがあるんだというふうに思ってネジを探して位置を確認したところ、どうやらこの辺り、この V の字の溝のこの辺りにネジ穴がどうやらあるようです。ちょっと開けてみたいと思います。先ほど開けたので少し開けやすくなってはいますが、こんな感じでゆっくり開けてみたところ穴がありました。でこちら側からも同じようにゆっくり開けていきますと同様に穴がありました。でこれネジをプラスだと思ってドライバーを当ててみたら、なんとトロクスのネジです。これですね、まあ、それに合うトルクスのドライバーで2箇所取ってみました。まあ、普通これ取ればちょっと上げてぐさっと取れるかと思ったら、なんとこちら側にもネジがあることが分かりました。こちら側も同様に開けてみるとやはり穴があります。こちら側からもちょっと攻めたいと思います。よいしょ。いいよ、結構きつめに入っています。こちら側からもいいよ、1個だけならいいんですが、こんなにネジがあるとは思いませんでした。まあ、こんな感じで穴があります。こいつを取ってみたいと思います。こちら側の穴も同様に
はい、4つ取れましたので、おそらく普通に取れるだと思います。なんとか取れたようです。こんな感じですかね。こちらに電池、メカ部分ですね。ちょっと危ないので先に電池外してます。よいしょ。それからバッテリーの方ですね。これは挿してあるだけかな。よいしょ。どうやらそうらしいな。まあ中身はそうですね、非常にすごいメカメカしい内容のもので、まあエアーをちょっと吹いて状態を確認したいと思います。よいしょ。でエアーを持ってきて、なんかすごいですねこれね。なんだろうこれ、よくわかりませんが、Amazon さんに載っていた情報はこのような情報です。値段も随分安くなったようです。まああまり分解しないで、先ほど申し上げましたこの USB 端子、ここの状況を見てみたいと思います。今の状況であれば、でかい USB の先端であっても挿せる感じですね。ちょっとやってみたいと思います。これでいいのかな。一応光ってますね。動かしますが、まあいいですね。こいつに入らないという不便さがありますね。この穴広げたいぐらいですね。接触不良らしきものはないですね。おそらくうまくきれいに刺さっていないという現象かもしれません。あ、消えました。一応マウスは効いてますね。普通にマウスとしては働いているようです。こうあっていただかないと、はい、分解はこんな感じでできそうです。確かこれ中古で900円だったかな。
そのぐらいで売ってました、まあ、おそらくここの USB ケーブルをなくされた方が充電ができないので見捨てたんだと思います。はい、ではこれでちょっと元に戻したいと思います。よいしょ。あとはネジを入れて戻します。はい、これで戻ったのはいいですが、問題はここですね。ちゃんと刺せてますね。このエリア一応マウスとしては効いてるみたいですけど、いろいろと USB が合うケーブルを探してみましたところ、1本いいのがありました、この USB ケーブルがこいつの先端にうまく合いそうです。大きさですが、幅が 10.1、 厚みが5.94、 約6ですね。このサイズであればこれにぴったり入るようです。ちょっと入れてみます。入りましたね。ここまで入れば間違いなく有線での接続が可能になり、安定した動きになると思います。ちょっとつないでみます。ちゃんとエイリアンのマークが出ています。まあ接触不良もなさそうです。マウスもスムーズに動いてます。これもハドフで見つけた USB ケーブルですが、まあ探せばなんとか見つかると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。まあ、900円にしてはいいのですが、ウェブではあまり評判が良くないですが、まあ人によりけりだと思います。私は手の感覚からしていい感じに動いているので、それほど違和感もなく感じのいい動きをしてますので、割とマッチしてますね。はい、今回分解の仕方がウェブ上の方にあまり情報が載ってなかったのですが、なんとか分解ができました。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。